ナイトウィング、残り時間はどれくらいだ？エイザ上昇まであと6時間。もしエイザがアルファポイントに接続したら、ガイアとセトスの植民地化はもう止められないわ。司令官、失敗した時のガイアの避難計画は？避難計画などない。ガイアには機能する量子ドライブはもうないんだ。機能しているのはお前たちのナイトウィングとガントレットのシャドウウィングに残っているドライブのみだ。失敗は許されないってことですか？そうだ。さあ先に進むんだ。アバロン、機械改造されたミュータフォルムが接近している。オーメック2の時代、我々はトラップでこのザーダを排除した。そいつは見た目ほどおとなしくないぞ。この出入り口は閉鎖されている。リモートハッキングが必要だ。すでに無人機がシステムの侵入を試みています。手動入力が必要な閉鎖システムのようです。システム無効化には ID キーが必要になります。システム AI によると3つの ID キーが付近のエリアにあり、そのうち一部は移動中。ザーダ化した研究員がそのキーを所持しているようです。キーを持っているザーダを判別する方法はあるのか？ AI では正確なデータを取得できません。アナログな方法で探すってことか。その通りです。メカミュータフォルムは我々が撤退してから高度に改造されている。私はこれほど大きいのを相手にした記憶はない。完成。ナイトウィングの早期警戒システムが発動しているわ。でもカテゴリーが表示されない。こちら側に何か欠陥があるのかもしれないわ。いや、何かに対する早期警戒なんだろう。さすがナイトウィングだ。次の発信機に到着したぜ。シグナルの痕跡を追うぞ。俺たちだけではないぞ。見えているか？いつからザーダはこんなのを使っているんだ？私も同じこと言おうとしてた。こちら完成。太陽フレア検知。通信リンク切断率は 66.3%。 シグナルが途絶えたら幻覚が消えるまで待機してください。ザーダに発見され攻撃を受けた場合、身を守ることができません。了解完成。ここは封鎖されたエリアだ。ボイドフィールド起動。ナイトウィング、そっちはどうだ？私は大丈夫よ。あなたこそ通信切断は初めてでしょ？了解。どんな感じなんだ？そうね、ウサギの穴の中に落ちていくような気分。連絡手段がなくなって潜在意識が活発になる感じかしら。その時周りの全ては幻覚だから接触しないように。フレア接触。シグナルが干渉を受けています。現在地にとどまり待機し。